らもう終わりなの？ここがラベンヌ村、ずいぶんのどかなところよね。あ、果樹園があるんだ。果物の生産で知られてるけど、その昔は採掘で賑わったそうよ。北の方に廃坑になった七葉石の鉱山があるって聞いたわ。ずいぶん詳しいですね。前にも来たことがあるんですか？声優劇師になるために修行の旅をしていた頃にね。あの時は飛行船に乗らずに王国全土を歩き回ったもんだわ。え、どうして？飛行船を使った方が便利なのに。飛行船は確かに便利だが、五大都市しか行き来していない。その便利さに慣れてしまうと、他の場所に目が行き届かなくなる。まずは自分が守るべき場所を実際に歩きながら確かめてみろ。そんな風にカシウス先生に勧められたのよ。へえ、父さんが。確かに事件が起こった時、そこが行ったことのない場所だと手遅れになる可能性もありますね。あと犯罪者を追いかける時にも地理を知っていた方が有利ですし。そういうこと。あんたたちも機会があったらチャレンジしてみるのもいいかもね。もしやあんたたち、遊撃士協会の人かね？掲示板を見て来てくれたんじゃろうか。うん、そうだけど。おお、そりゃありがたい。わしはライゼンというもので、まあ一応この村の村長じゃ。もうご承知じゃろうが、近頃村の奥にある山道に凶暴な魔獣が出るようなのじゃ。出没しているのはどんな魔獣なのかわかりますか？いや、しっかりとその姿を見た者はおらぬ。ただおそらくは獲物を待ち伏せする魔獣じゃろうと思うのじゃ。鉱山が盛んじゃった頃にはその手の魔獣がよく現れて皆を悩ませておったからの。なるほど、待ち伏せか。それだとちょっと厄介ね。山道を歩き回って魔獣の隠れている場所を見つけ出さないといけないわ。廃校になった後は人通りもなく、魔獣どもも眠っておるものと思い込んでおったんじゃが、一体どうしてまた再び現れたのか。間もなく今年も苗木の植え付けが始まるんじゃ。村人に心配をかけぬよう、見張りのフィグの他には魔獣のことは伝えておらぬ。一刻も早く魔獣を退治してくだされ。すまないけど、この先は立ち入り禁止だよ。大きな声じゃ言えないが、裏の山道に凶暴な魔獣が出るっていう噂があってね。村長さんに依頼の話を聞いてきたんだけど。え？もしかして君たち遊撃士協会の人たちかい？ええ、その通りよ。そりゃよかった。もうそろそろ苗木を植え付ける季節なんだ。忙しくなる前に魔獣を退治してくれると助かるよ。それじゃあくれぐれも気をつけてな。
戦闘終了。先に進もう。びっくりした。まさかこんなとこから出てくるなんて。私たちの足音を読み取って襲いかかってきたみたいね。危うく不意をつかれるところだったわ。村の人が襲われてたら大変なことになってましたね。その前に退治できてよかった。ええ、本当に。一応ここの村長さんにも報告しておいた方がいいでしょうね。はい。じゃあ行きましょう。Thank you.
あ、君たち。さっき地響きがしたけど、やっぱり魔獣が出たのかい？もうやっつけちゃったよ。本当かい？ええ、退治したわよ。ちょっと厄介なやつだったけどね。よかった。それは嬉しい知らせだよ。これからの時期に魔獣騒ぎがあったらたまらないからな。私は早速村長に知らせてくるよ。本当に助かったよ。何もない村だが、せめてゆっくり休んでいってくれ。うん、ありがとう。Thank you.
無事に目的を達成できたみたいじゃな。何か依頼を達成したらまた報告に来てくれ。